ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット、ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。メニガチャ。クエスト達成、やったね。はあ、ゴールドも手に入れた。さあ片尾バイアリー戻しましょうかね。インターンまであと4周です。です。いい感じだね。ちょっと聞いてよ。体重はバッチリだね。いい感じだね。WBC 行きましょう。もちろんターフです。そのエビ何に頼みましょう。ということで30分近くかかるか、超タイミングが悪いとこです。結果が出るまでお待ちください。ではまた後で結果を見てみましょう。果たしてどのような内容になるかな。松並結衣です。さあ今日はもう飲みに行きましょう。楽しみだね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 。完成。
2番人気か。うん、悪くはないけどな。ただいまより投票受付を開始します。ちょっとサンライズシンクは見劣る以外はそんなに変わらない。2番人気、カネットシャンゼリゼ、カーダ騎乗が20丸が3つあるんで、こちらが1つだけしかないんで、ちょっと差はあるかもしれない。でもなんとか勝ちたい。頑張っていきましょう。WBC です。WBC タフです。伝統の外回りコースに集った世界の強豪12頭、ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。ワールドブリーダーズカップターフ12頭、スタートを切りました。こんなもんか。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。行くんだ、サンライズシンク。真ん中から出ていきます。ルソーが上がってまいりました。7番イブンベイ、内から1頭エクラール、その後ろ3馬身くらいあってジェネラス、モチベーター、3番黒い馬体ストーミングホーム、それから8番カレントシャンゼリゼ、10番カタノバイアリーがこれを見るようにしていっています。外から1頭11番ティカステナンゴ、5番エアドクター、チンガリからオーソライズドであります。流れるようにレースが進んでおります。1番ルソーがレースを引っ張るようになりました。その外7番イブンベイ、そしてもう1頭6番エクラール、4番サンライズシンク、下がって4番手、そしてその後ろから9番ジェネラス、モチベーターストーミングホーム、これが1番人気連勝中のカレントシャンゼリゼ、その外からはカタノバイアリー、それから足毛の馬体カステナンゴ、エアドクター、1番後ろにオーソライズドであります。前でありますが、前先頭は依然として1番ルソー、そしてその外にイブンベイ、エクラールがそのうちにいます。そして4番手に4番サンライズシンクであります。9番金色の馬体ジェネラスであります。さあいよいよ最後の直線。さあファイースト競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行く白い帽子はルソー、カレントシャンゼリゼ、まだ来ないのか、まだ来れないのか、エクラール懸命に追う、3番手にエクラール、さあ先頭はルソーが一番新リード、懸命に手を動かしてエビナとパタノバイアリー、頑張る頑張る、ジェネーンとルソー、緑の帽子カレントシャンゼリゼ先頭だ、先頭川田とカレントシャンゼリゼ、カレントシャンゼリゼ1着、1番人気に見事応えました。これでもう現役生活は終了です。残念。ああでも出走権購入できるのか、まあ買っても引退ですからあんまり意味ないですね。オークス、馬がレースから帰ってきたね。クエスト達成、やったね。プレゼントが届いてるよ。レースをちょっと設定しましょう。ねえねえ、帝王賞か。帝王賞ってはほんと2回目か。結局 WB 社1勝しかできなかったですね。はい、何です？そうだったら高塚芸に出すんですが、あえてですねここ天皇賞に出してみましょう。いい感じだね。
しいか。はい、何です？円熟味が増した。引退レースです。天皇賞行ってみましょう。初の最後のレースは地方遠征です。2番人気だね。お、1番人気じゃない。スマートハルコンか。まあ強いですけどね。もうこちらも自力の強さあると思います。恵みの雨って言ってます。そのスマートハルコン、この赤いバンテージが特徴ですね。さあ不良ママがどう影響するか。ダートや芝の方はいいのは事実ですが、丸なんでそんなに悪くないはずです。行ってみましょう。さあ連投での帝王賞となります。現役最後のレースです。変じゃますね。すごい。中央と地方の精鋭が互いの意地をかけてぶつかります。ダートの帝王決定戦、いよいよスタートです。帝王賞 2000m、 まずのスタートと言っていいでしょう。先行グループからまず見てまいりましょう。どうしても鼻を切りたい2番マグニフィカ、やはり行きました。5番バーディーバーディー、エスポアルシティがかわしていきました。そして1番人気のスマートハルコン、ね、なかなかいい感じ。差が開いて7番フェイシングエヴァン、12番カタノバイアリー、12と第1コーナー右にカーブを取ります。その後ろでやりましょうか。9番タートルベイ、そして内からはヒーズダゴールド、ボンネビルレコード、12と第2コーナー右にカーブを取ります。その外フィールドルージュ、そしてその後ろから6番イーグルビスティ、10番足毛の馬体ダリタブラック。もう一度前から整理してみましょうか。バグニフィカが先頭です。そして外からは4番スマートファルコン、それからもう一頭3番エスポアールシティ、5番バーディーバーディー、下がって4番手、まもなく第3コーナーに差し掛かります。その後ろ3馬身くらいあってエイシンエヴァン、今日は最後のレースと言われているカタノバニアリー、花道を飾ることができるかどうか。さあこの夏一番の大歓声が都心を揺らしています。最後のスマートカルコンは2番手先頭、石崎とマグニフィカ、外から懸命にスマートカルコン先頭変わって、スマートカルコン懸命に手を動かして、海老名とパタノバイアリー、この場は粘れるか。スマートカルコン内3番エスポアールシティ、向きが飛んでいる。エスポアールシティ、スマートカルコン1着、帝王賞勝ったのは4番スマートカルコンだ。ダートやっぱ向いてないか。気を取り直して次行こう。4着でした。1着、4番2着。これ好調の状態で走ったらどうなってたでしょうね。馬がレースから帰ってきたね。引退です。ありがとうございました。11,460枚、殿堂入りです。もちろん繁殖入りさせます。はい、何です？ということで、成績はご覧の通りとなりました。次回また新しい輪を生産していきたいと思います。応援よろしくお願いします。
ぜひチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。